皆様ごきげんよう。昨日でしたっけ、俺たち的には警察のドッキリをしてしまったせいで、はい、水木ちゃんを泣かしてしまったんで、しまいましたね。みそぎというか、うん、焼肉に連れてきました。水木ちゃんはね、まだ来てないけど。そう、いやいけないことしたね、俺たち大の大人が。完全にいけないことしたわ、マジで。特に吉田くんよ。ほんとよ。いやマジでそういう展開になるとは予想できんかったな。さすがに3年間 YouTube やってきたけど、うん、さすがにちょっと予想できんかったことない。そうだね。まあでもさ、結果が全てだから。まあね、とりあえず水木ちゃんは焼肉好きなんで。あ、そうなんだね。うん、あ、七輪も楽しんでるし。そうで、ここめちゃめちゃうまいんで。そうだね、たくさん食べてもらいましょう。バンバンに食ってもらいましょう。本当に願いを全部叶えてあげたい、今日。あ、何でもまあでもそれぐらいね、ちょっと悪いことしたし。ちょっとこっからディズニーランド行きましょうはちょっときすぎる。うん、ワンチャン行くよ。もうやってないか。どうなんだろうね、ディズニー。あー、まあとりあえず来たら食べますか。そうですね、とりあえず反省して。そうですね、反省して、うん、謝りましょう。きちんとね、きちんとね、本当に、うん。来ましたね、倉庫行ってる間に。あ、うつです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 。大丈夫そう？大丈夫です。元気です。はい、ということでね、水木ちゃんは肉が好きということで、はい、違ったっけ。あ、好きです。はい、もうあの、食べ物で釣っていきましょう。いや、ほんとすいませんでした、昨日。すいませんでした。いやいや、とんでもないです。逆になんかすいません。いつぶりに泣いた？でも割と私最近涙もなくて、普通になんか流れてくる動画とか感動系でもなくて。あ、そうなんだ。あ、でも あんなにそのしれっと言うやん。佐々木くん今気づきました。さっき謝ったの、俺たちも謝ったんだ。ああ、いや、本当にごめんなさい。すいません。ここまで上手かったよな、あの立ち回り。目薬さすの早かったよ。確かにめっちゃ早かった。ビビったもん。で、いないと今日も。まあ、もちろん。じゃあ頼みますか。結構腹減ってきた。はい。よし、結構できました。酒はなんかワインが好きなんだっけ。ワインが好き。赤ワイン。あ、でも合わせます。これはね、飲めないから。もう水木ちゃんだけ、せっかくあのごめんなさいの回なんです。そうだね、水木ちゃんだけにしましょう。え、でもすぐ顔に出るんで。あのままがいい。飲めといた方がいい。すき焼き好きだっけ。食べたいよね。そうだね。すき焼きの4人前で、2-2で分けてもらいます。あ、そうそうそう。あとはユッケ欲しい人。はいはい、いらない。じゃあユッケを4。あ、ウニユッケにする。ウニ食べれる。はい、じゃあウニユッケを4つ。はい、いつも何頼む。プレミアムタンか。プレミアムシャトーブリアン。プレミアムシャトーブリアン200g。1個ずつください。1個ずつ。なんか食べたいのある？いや、もう何でも好きですね。いつも俺たちが選んでるの間違いないと思うんだけど。もうお任せします。でもライス、あの愛知県の豊橋でしか作ってないっていう、女神の微笑みっていう品種があるんです。そんなの。それもさすがに水木ちゃん食べてもらわないとね。そうだね、女神の微笑みにしてもらわないとね。そんなのがあるんだ。あ、じゃあそれください。人数分で。じゃあ、はい、はい、いつもはこれと、あとはあ、ミノたまに召し上がるから。あ、ミノ、あ、ミノ欲しいですね。はい、はい、これ、はい、ということでね。はい、初ドッキリね、水木ちゃんに対しての、うん、今日も何の撮影か分かんなくて、うん、あ、疑ってる。ちょっと考えました。ちょっと疑ってる。あ、あれすらも逆ドッキリだったんじゃないよね。瞬時に泣いたらどういう反応するんだろう。いえいえ、違います、違います。なんかガチ泣きだったかもしれない。はい、嘘泣きできないんで。で、結構すぐ泣きたいかな、水木ちゃん。いや、多分感情移入しやすい。あータイプだと思う。感情移入しやすい、うん、まあでも、あれだもんね、もともとそういう女優さんとかってそういう人多いじゃん。あー、みたいだね。感性豊かな、感受性豊かな人、うん、あー、それかもしれない。そうでもなんか、俺的には結構強い女の子な感じがあったかな、印象として。あー、なんかこびない感じあるじゃん。こびないですけど、泣きはします、全然。あ、そうなんだ。はい、だから一番いい感じなんじゃないの。一番いい感じの女子、なんか彼女にしたい系女子じゃない。
こうパパ活とかそういうのを絶対したくない、はいはい、その強さを持ってるけど、うん、ちょっと泣いちゃうときは泣いちゃうみたいな弱さを持ってる、なんかアニメのキャラクターみたいにいいっすね、うん、そうですね、結構アニメキャラ俺が作った設定バッチリまあ間違いなく昨日の動画で、うん、水木ちゃんのファン増えたと思うから、そうだね、もう全然そうですか僕らのガチファンのお母さん世代ぐらいの人たちはそんなんで泣くんじゃねえよみたいな声をしてくる人いるかもしれない、あちょっとね、きつめにね、でもどうアンチは今のところあんまいないでしょ、まだ、うん、そうですね、ちょこちょこ見ないですよね、コメント、ちょこちょこ来てますよ、やっぱり、うん、なんかマスクつけろよみたいな、あすいませんみたいな、マスクならつけなくていいでしょ、まあ、外ではつけなくていいんですよね、今つけなくていい、だから私もマスク嫌いなんでつけてないんですけど、うん、なんか電車乗るときと か, なんかそういうどこ入る店入るときとかはちょっと気をつけてます、あ俺なんか率先してつけてないからね、あえていやいやいや、その強さはないですよ、まあね、でもどうアンチみたいなのはきつい、まだまだそんな大炎上したことないから、うーん、そうですね、今はそんなに大丈夫、まだ、はい、まあ、まだね、うん、そんなにすごい俺ほどじゃないかな、俺ほどじゃないっていうか、なんか、うん、なんかで見たんですけど、アンチいなくてこう応援してくれるファンだけでいいんですけど、なんかそれは二流だみたいな、なんかアンチいてこそ一流だみたいな、聞いたことあって、まあそうだね、少ない、ね、少ないってことはあんまりこう広まってないってことだね、うん、まあ、そんな人の意見があるから母数が増えればアンチは絶対増えると思うし、いない人はね、いないと思うし、ね、めちゃめちゃ有名な人で、めちゃめちゃ有名だったらいないだろうね、そのアシナマナちゃんぐらいなんじゃない、え、いそうよ、だからアシナマナちゃんいる絶対いると思う、でもめっちゃ少ないと思うよ、まあ少ないとは思うけど、じゃあ昨日の涙に乾杯すいません、乾杯、いただきます、すいませんでした、いただきます、すいませんでした、いただきます、そっか、まあこれからだよね、なんかいろんな声は出てくるかもしれないし、うん、まあでもしょうがないですね、黄金の剣ですよ、有名になって得することもあれば、いただきます、いただきます、野菜をしっかりね、ね、健康第一です、でもどうなんだろう、今2ヶ月ぐらいか、水木ちゃんもね、もう早いよね、マジで早いよね、え、でもまだ2ヶ月って感じですか、あ、そんな感じなんだ、2ヶ月ででもね、うん、これだもんね、目まぐるしかったもんね、そうですね、え、でもあのこの間タックの質問の個人チャンネル取った時に、あの悩み事ないって言ったんですけど、今となっては個人チャンネルが悩み事になりそうだなって、企画が企画とかなんか大丈夫かなみたいな、あやっていけるかな、まあ、あのプロがいますから、朝倉ゆくるバックについてる、まあ、そうだね、企画力がすごいからね、そうです、あれだね、なんか悩みというか心配事って感じかな、そうですね、だんだん慣れていくと思うよ、うん、慣れていけばいいですけど、いや最初はなんかもう事務所で撮ろうかなって思ってます、うん、一人で喋るのがめっちゃむずいもんね、打ちすぎて、うん、全然付き合いますよ、カメラ回したりね、マジですか、受け答えとかすぐ慣れてくると思うよ、だからなんか芸能人の人たちが YouTube に結構こう参入してきても、うん、最初再生取るのに全然続かない人たちほとんどじゃん、あ確かに、なんでかって言ったら裏の人が企画考えて演者としてやってるだけだから、自分自身もその YouTube の研究をしないと思う、うん、だからずっと維持できないしモチベーションもないじゃん、だから水木ちゃんも、まあ、俺が企画とかいろいろお手伝いはするけど自分でやっていくぐらいの気持ちで、うん、そのやりながら研究していった方がいいし、コメントとかも全部読んだ方がいいと思う、でも楽しいです、なんかこういうの考えも楽しい楽しいです、でも仕事が楽しいのって一番いいからね、本当だよね、本当にそれは一番いいと思う、水木ちゃんはまだ23だよね、22です、22か、22だからまだ人生不安だよね、先が、でもなんか不安だと思ってないです、うん、人生いいね、そっち側に関しては結構楽観的なんだ、うん、結構野生のなんか勘じゃない、うん、あれで直感が立つ、直感で生きてるみたいなところはあるんで、うん、まあそれならいいね、なんか自分のなんか会社に引き込んだ人たちというかさ、なんか悩んだりしたりなんか将来不安に思うことは嫌なんだろう、
ああ。そうそうそう。だからその辺も感じてないかな。全然感じてないです。もともとでもそんな感じだったもん、出会いの時からね。ああ。なんとかなれるぐらい。確かに。そうです。喋ながら喋るって難くないですか。そう。そうでもないですか。全然気楽に普通にただ食べに来てる感じで話したいじゃん。めっちゃ気にしちゃいます。なんか次何喋る。でもなんか女性の人ってそういうの得意そうなイメージだけど、なんか会話中に食事、食事中に会話とかさ、うん、あ男はなんか黙って食べて帰るみたいな人多いと思うけど、確かに女性はなんかすごい会話が得意なイメージがあるけど、私も黙って食べて帰る、食べるのめっちゃ遅いの、確かに。そうですね、喋ってたら喋っちゃうし、食べたら食べるし、食べながら喋んない、そこがきついんですよ。で今日挑戦や。確かにシーンとかの時もめっちゃ食うの遅かったもん。確かに。そうなんだ。でも俺らが早いだけかもしれない。俺たち異常に早いよね、うん、多分異常に早いんだよ。なんかさ、俺今まで付き合った子とかさ、うん、ご飯行ってもさ、ごめんなさい、キレられるもん。いつの間にかこっち合わせてもう行くかみたいな言っちゃって。でも現場仕事出身な人ってそうなっちゃう。ああ確かに。昼休憩が短くてみたいな、寝たいってなるしね。そうそうそう、そう。で俺たちがさ、うん、結構面白い動画提供してたらさ、うん、昼休憩のなんか寝る邪魔をしてる可能性ある。ああ昔俺もなんか面白い動画とか見て結局寝れんかったとか。ああサブちゃんはちょうど12だし、そうそうそう、12だし時間帯はね、結構ありがたいで来ます、ね、12時に、うん、それでもなんかどうだろうね、ちょっと暇つぶしになるみたいな感じ。ああ主婦の方とかなのかもしれないよね。うん、言ってんのかよく分からない。サブちゃん12時なんですか。そう、昼の12時。でメインが、まあ、7時。ああ私って何時に出せば。あでも19時の7時でちゃう。俺たちと同時投稿だ。ああ1日で何人ぐらい行くんだろうね。俺どんぐらいだっけ一番最初。一番最初で登録者か。そうそうそう。あのメガネのやつか。そう。あれ3万人がいたんだよ。1日で3万。3万人ぐらいいたよ。すごしかも誰の力も借りてないから。うん、俺たちだってさ、俺たちコラボしたのって何？20万人近く行って予約したもんね。それまで全部自分の力で行ったし、うん、1ヶ月行ったから。すごいよ。喧嘩自慢が400万再生いったもんね。そこで。俺あれが絶対バズると思って、うん、ブスタボのね、ファイターまで全ツッコミしたの。パソコン、佐々木くんがなんかさ、ブレないなんか、やつ30万ぐらいするやつさ、かわしてさ、なんか結局カメラ合わんとかやる。置いたのはね、事務所に。まだありますよ。あれあのジンバルみたいなやつ、まだあります。でも結局3年経って270万円だって使ってんの携帯やん。いや、いろんな機材使ってきたんだけど、すげえなんか高い機材買わされてさ、佐々木くんに。確かに、ありました、事務所に。でしょ、あの時気合入りまくっとってさ、俺なんもわからんから。あと一時期みんな1台カメラ持つみたいなのがあったよね。そうだった、あった、4K のやつ。最終的に携帯というか電池があるね、持ち悪いんだよ。外でなんかね、暑い人だなと思う。でまあ電源とともに携帯もレベルアップしてくれたから。あ、そうだ ね、 うね、画質も良くなるしね、うん、で、どれぐらいいくと1ヶ月以内に10万人は絶対いくと。おお、絶対いく。それすごいよね、うん、確かに。でも行きそうだな、どれぐらいの頻度で出せるかにもよる。あ、そっか。でも月に1回とか2回ぐらいみたいに行ってなかったっけ、うん、それだとしたらむずいかもね。でも今日の動画でまた概要欄から登録しに行ってくれる人もいると思うし、うん、ワインチャンネルで、この1個前の動画で言ってるわけやん、うん、だんだん泣いてくれたから、すげえ流れてくるもん。泣いてくれたから。いや、恥ずかしい。でもすげえなんか、いい子だよね。もう本当にね、ね、泣けんもんね、普通ね。泣けんね、多分。分からん、でも。いや、気づいてたら泣けなかったです、ここっきり。ああ、まあまあ、そりゃそう。だけど、なんて普通にそこまでさ、うん、俺たちが別になんか解散しようがしなかろうがあんまり関係はないと思うから、うん、そうだよね。そこに対してなんか泣いてくれるっていうのはすごいよね、うん、なんかすごい思い入れがあるっていうか、だ結構前から見てくれてて、なんかな、ガチファンの人でも泣いてくれるの、まあ、ガチファンの人だったら泣いてくれるんですけど、
直感だ。あれ、イッさんがさ、私も泣く、これみんな泣きますって言ったのはどうなんだろう。あの人は絶対嘘。あの人泣くのかよ。イッさんのことはね、おいおい皆さん出していきますよ。あの人バケモンなんだよ。いや、なんかさ、じゃあ女性だったら泣くのかもしれないしね。俺ら分からんじゃん、女性の気持ちは、そこは。だから、いや、イッさんは絶対泣かない。その他の女性はしない。イッサーなんてない。イッサーのこと本当出していった方がいいと思うんだよ。でもあの人は、あの俺が唯一視聴者のファンの人を採用したパターンなんですけど、イッサーはマジで多分会社の中で一番優秀よね。そうだね。で、やっぱ案件振ってくる人たちもみんないます。うん、イッサーは一番優秀だって。すごい優秀だね。とにかく早い。早い。もう仕事はめちゃめちゃできる。だけど、バケモンです。ゆくゆく出します。バケモン。マジでバケモンです。昨日のってか、前でさ、俺ら炎上してるじゃん。うん、今度はイッさんの件に関しても、これで燃える。あ、絶対燃える。それは絶対燃える。しかも、そんなすげえ炎上してるわけじゃないと思うよ。意外とね。うん。え、これか。これが、豊橋の美人の微笑み、目が見えない。美人が見せちゃった。でもさ、ほんとさ、こっからさ、みずきちゃんの個人チャンネル50万人とかあって、うん、インスタも2、30万人とか言ってさ、そしたらほんとに、カンコレ以外にもさ、なんか映画の話とか、ドラマの話とか、俺もめっちゃ来てるんよ、ほんとは、うん。映画とかも、多分今までで10本は断ってると思うし、ドラマもなんかね、めっちゃ来てるんよ。ね、結構来てるんだよ。爆弾のボスの役やってくれとかさ、爆弾のボス、爆弾もなんか意味わからない意味わからない、かっこ悪い役をね押し付けてくるんですよ。まあ悪党経営者ちょっと悪役で、そう、悪役で、悪役なのにしかもやられるみたいな。しかも演技上手くないから、そういうのちょっと違うなと思って断ってるんですけど、まあ、みずきちゃんも普通に来る可能性あるし。いやでも私も演技上手くないんで。でも女優さんを目指したとかやってたでしょ。演技のレッスンはずっと打ったんですけど、マジで嘘がつけないんですよ。なんで、その演技やるってなっても、本当にその役になりきらないとできなくて、だから波がすごくて、入れた時はハマるんですけど、入れんかった時が全然できなくて。食べてもらっていい？はい。確かに、ウニウッケも。でもさ、例えば、女優さんと付き合いますっていうことがあったとして、うん、キスシーンとか嫌なの？そりゃきつい、そりゃきついよ。え、そりゃきついって言うけど、多分ほとんどの人許せる人多いと思う。え？どっちなんだろう。佐々木くん許せるでしょ。いやー、きつい。そこが嫌いで。嘘つけ。え？いや、きついと言ってるから、嘘つけな。あー、佐々木くん、佐々木くんね。そうなんだね。きついはきつい。いざ見たら、本当にきついと思う。めっちゃきつい、めっちゃきつい。絶対無理だ、これ。だけど、そういうつもりはないわけじゃん、その女優さんの人って、うん、そうですね。だけど、さっき言ってたように役に入り込むってことは、その時は愛すってことでしょ、その人、その役の時。だからそもそも向いてないんじゃない、恋愛系は。そもそも恋愛系はだから苦手分野なんじゃない、入り込めないから。まあ、入り込んだら多分できるんですけど、恋愛系でもそれが後に引きずるかって言ったらそうではないです。あ、じゃあワンナイトラブ的な感じで、その自分に戻れば別に大丈夫。自分に戻れば何て言うんですかね、憑依してるってこと。そう、なんかそのでもさ、現にさ、そのなんかドラマとかで、うん、そういう恋愛役の人が後々結婚してとか付き合ってるパターンめっちゃ多くない？あ、あるある、ね、だから その時点で愛してるわけやん、その瞬間、うん、ってことは浮気やないじゃあね。私はその仕事で穴掘るのと一緒だと思ってます。土木の人が仕事でこうスコップで穴掘るのと一緒だという考えでやってます、うん、やってましたね。その例えがめちゃめちゃ下手すぎる。例えが下手すぎる。だからもう普通に他の仕事と同じような感じでやってるんだけど、でも入り込むんでしょ。入り込むけど、あくまで仕事。うん、だからそういう役で、じゃあその恋愛してたからといって好きになることはないよってことでしょ、仕事があれば。ああ、そういうこと。まあ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 、でもね、俺はね、やっぱね、そういうちょっと彼女とかがもし女優さん抱っこして、まあ、そんなことはないけど、ありえるでしょ。ありえます。いやいや、そういう可能性ないと思うけど、今後
ちょっときついなと思っちゃう。まあきついね。想像するとちょっとね。ちょ想像するとってか、そのなんか見ちゃったら嫌じゃない？まあ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 。しかも映像で残りますからね。はい。映像で残るってなんか悪いことしてるね。まあそういうあれで。でも男の人はちょっと無理な人多そうだよね。うん。どうなの？逆にどうなの？彼氏がなんか俳優、まあでもそうか、そういうところに理解はあるのか、お互いに。いや自分がやってるから。そうですね、理解あります。うん、だからそういう人は、その理解ある人同士で聞くことが多いんだよ。ああ、そうだよね。あ、だからそういう女優さんと俳優さんで聞ける人が多いんだよね。うん、お互い理解し合ってるみたいな。確かに。まあ一般の方と、それこそ女優さん、俳優さんは結構きついよね、ただ、一般の方が。でもなんかその女性次第そうな感じがするよね。なんかすごい、本当に説明がうまくて、うん、本当にその仕事だけっていう人だったら、なんか優先もワンちゃん。ほんとやん、そこの、入れていい？はい。これね、1枚で1500円しますからね。ね、言っとくけど。マジで高いよね。1500円。でもめっちゃうまいもん。希少部位。激レア。うん、でも美味しいからね。出す価値あるぐらいうまいよね。うん。美味しい。ミスキちゃんって結構大食いだっけ？あんまだっけ？あの、身によります。今日は？今日はお腹開けてきました。お。お酒入ると食べれないんで。あ、じゃあちょうどよかった。そうなんですよ。手足のさ、うん、手足のお米はどうですか？普通にうまい。普通にうまいけど、なんか何が違うのかよくわからない。普通にうまいんだけど。このお米有名ですよ、多分。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。はい。女神のお米？はい。あ、そうなんだ。豊橋なんだね。知らんかった。まだ案件持ってきてくれないのか。確かに。豊橋なのは初めてです。愛知の豊橋が。でもなんか、麺でいうなんかコシがある感じはある。ああ、確かに。しっかりしてるよ。歯応えがしっかりしてて。うん、感がすごい。そう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 。こんなに宣伝するのやめよ。今日さ、願い事あるとしたら何かある？どっか行きたい場所とか。この後ディズニーはやめてよ。イラスト対決のやつで負けたんで、あれで私勝ってたら行けてました。ディズニー。いや、別に何もかけてないし。あの戦いはさすがに今日はね、お願い事を聞いてあげないといけないなって思ってる。そうだね。この時間から行きたいとこってあんまないか。難しいですね。なんか行ってみたいとこないの？なんか一人じゃ行けないけど、なんか夜景が綺麗な場所とか、渋谷のなんかの建物とか、うん、分からんけど、まあ、ないならないでいいですよ。でも水ちゃん、俺らより長くなかったっけ、東京の歴が。あ、そっか。何年だっけ？4年半ぐらい。一緒か。あ、俺の方がちょっと長いか。俺も5年ぐらいだもん。5年。俺3年なってないぐらいだから、うん、俺多分5年ぐらい経ってる。25ぐらいだったから。みずきちゃん意外ともう全部行ってるかもしれない。ああ、まあ、意外と。そうですね、結構行きました。なんかスイーツとかさ。ああ。スイーツ、そうそう、なんかここのスイーツはやばいとか。なんか女子っぽいのあんまないんですよね。相撲とかみたいだよね。相撲はちょっとわかんないですけど。じゃあちょっと考えてもらいましょう。食べ終わるまでにさ、もしあったらそこ行けばいい。うん、まだユッケ食べてますからね。そろそろ鮮度が心配になってくるかも。そっか、あんまりあの苦手？めっちゃ好きです。でもさ、実際どうなの？この、まあ言ったら急激に有名なんだじゃん。もともと親しかった人からの連絡とか来た？その連絡手段もないんで。うん、連絡も知らないんだ。LINE ももう本当に必要最低限しか入れてないんで。来ないんですし、あと DM も送れないんですけど。うん、あ、そっか、DM 送れないようになったんだ。やっぱり仲にもいい、その地元の友達とかは聞いてくる。うん、でも男性からのアプローチとか来そうだけど、あんまり出会いないか。全然ないですよ。会うこともないし、うん、なんかあれだね、本当に男性が彼女にしたいなんか感じを体現してくれてますね。あ、そういうのキャラ設定で最初に考えたの自分で。だから素でしょ。だから素でこれだったらすごいよね。彼氏になる人はなんか安心しそうよ。確かに。
じゃあ、あんまり変わった感じはしないんだ。なんかそうなんだ。アプリ上の数字だけはなんか増えたけど。そうですね。あとはどっかで見かけたとかいうのはコメントとかであるんですけど、それで、あ、見られてるんだって意識するようにはなりますね。どこにいても。でもまあ、俺は最近すごい思ったのは、みずきちゃんもそうだけど、なんかストーリー性が一番大事だなと思ったから、今の世の中そこに気づいたから、そこを全面的に出していく感じ。メイキングダウンもそうだし、格闘技系で言うと1年チャレンジもそうだし、 YouTube2 人でやってください。ああ、彼らね、彼らはもう、支援が終わって。あ、そっか。そうそうそう、もともと1年のはずだったんですけど、あんまり結果が出なかったのと、1年でちょっとやっぱ短かったなっていうことで、俺がもう1年無償でやってて、でちょうど今月で1年経ったので、彼らはね、これから自分の力で生きていくと思うんですよ。まあ、2人で西谷君とひろや君がチャンネル始めてたんで、まあ、それもちょっと概要欄貼っときます、皆さん、よかったら。まあ、彼ら本当2年間格闘技だけを本当に頑張ってきてて、本当にもう最近強くなってきたんで、まあ、温かく見守ってほしいなと思いますけど、ね。うん、でも本当になんかずっと支援してあげたい気持ちもあるんだけど、まあこれ本当よく言いますけど、魚が釣れない人に魚あげててもどうせその食料が尽きたらもうその人たちは餓死しちゃうから、もう自分の力で魚の釣り方を覚えていくしかないと思う。みずきちゃんもやがては羽ばたいてくるし、みんななんか結局足がかりにしてもらってね、これを言ってもらえたらいいですよね。いや、それが一番の望みですよ、俺ね。メンバーですらそう思う、正直。全員取ったもんな。そうそうそう。結構なんかずっとやっぱさ、心配だと困るじゃん、こっち。みずきちゃんはなんか一番早くポンポンポンと、なんか確かにね、なんか そんな気がするよね。みずきちゃんはなんかそういう願望が強いよね、多分。願望か。なんか一人でやっていきたい的な、なんかそういう強さを感じる。なんか一人でやっていきたいっていうより、なんか一人でもやっていけるようになりたいと思ってます。だから自立したいみたいな、できるようにはなっといて、こう支えてもらうっていうのが理想かなとは。それなんか俺が言ってるさ、金を持ちたいのと考え似てるよね。なんか別にいつでもどんな状態でも選択はできるけど、お金があればあるほどいろんな選択肢が増えて、その中からなんか選択できる、したいっていうのはちょっと似てるから。確かに、いろいろ極めといて、なんかね、そういろんな仕事を自分自身でこう取ってこれるようにはなりたいし、そっちの方が後悔ないの。選択肢が多い中から選んだものだったらやっぱ後悔少ないと思うから。うまっ。ちょっと待って、これみずきちゃんがずっと食わんのだけど。何、お弁当なんかこうやって食べようとしては、なんかこれをずっと繰り返してさ、俺喋りかけるタイミングずっと見計らってるのに、ずっと食わないから何なの。違う、大きいなと。あ、一口でいくかどうかってこと。そうです。それ悩み続けるの。そうです。可愛らしいですね。どう、お腹の具合どう、まだいける。結構いっぱいなってきた。それとかあるけど。いや、でも今のところこんぐらいだったらいける。これで終わりだもんね、全部。そうだね。まあ追加できましたけど、でも酒飲んでたらユッケで終わってました。え、ユッケで終わり。サラダとユッケで終わり。すごい、すごいな。ちっちゃく、それで食べるもんじゃないでしょ。え、そんなちっちゃくするもんじゃないでしょ。何ですか。あー、出せてないわ。もっとがっついてるでしょ、で家で来てるな。いやいやいや、あ、そういうこと。マジでカメラの前だからってこと。絶対そうだ。こう巻き寿司とかこういうのは一口で行きますけど、お寿司とか。がっついていった方が女性人気で絶対出るところ。じゃあ、がっついていきます。ちょっと、アップで。アップで。マジ無理です。マジ無理です。ここから学校が変わります。はい。最高っす。いただきます。これ彼氏画角だな、多分この辺か。ちょっと上向いたなとね。確かにね、身長差ね。
助けて言葉は確かに言葉は確かになんですね。なるほど、うまい。あ、来たその瞬間に一番難しいみたいに。でも、どう、やっぱそうやってがっついて食った方がうまいじゃん、結局は。お味はどうですか？めちゃくちゃ美味しいです。あ、お腹がいっぱい。これ絶対無理しない。これも目に入ってるから。やばい。でもあれよ、無理だったら俺たち食べるから。あ、本当ですか？全然。みずきちゃんまだ東京の友達あんまいないでしょ？あんまいないです。そういうなんか同じ芸能系の友達とかできる。あの子はあれだもん、ゆうかゆうか。あ、ゆうかさん、なんかコラボしてくれてたじゃん。そうですね。連絡先は交換したの？しました。あ、じゃあ誘ったら。あ、でもこの間ご飯、あ、ご飯行ったの？はい、連れてっていただいて。あ、そうか、年上か。そうなんですよ、佐々木君の幼馴染で。いや、なんかめちゃめちゃなんか嬉しいです。一回コラボしただけで、しかもなんかあんまようわからない人じゃないですか、まあ、なのにこうよくしてもらって。めちゃめちゃいい子よね、あの子。はい、その時感情で動いてないっていうか。うん、佐々木君はでも最初無視されてたけどね。あ、そうなんだ。一番最初 YouTuber 始めたら無視されてなかった。見てなかったんだ。あ、見てなかった。多分ね。多分そうだ。一応連絡はしたんだ。あ、多分誰かわからんかった。あ、多分そう。昔だもんね、だから。めっちゃいい子。でも幼馴染で結構マジで毎日遊んどったレベルに。へぇ。佐々木君出たもんな。いや、俺たちなんかじゃ絶対無視する今。え、もう110万いますよ。あの時さ、めっちゃ言っててさ、あ、そうなんだ、まあ、じゃあいいんじゃないって、友達なんでしょっつって言うじゃん。さ、いや無理っすよ、こっちだって10万人っすよ。それちょっとあって、やっぱりなんか、まあまあまあ、謝るじゃないけど、それは絶対ある。俺もなんか友達だから嫌だし、なんか言わされる。それはでもめっちゃいいと思う、その性格がいいと思う、佐々木君の。ちょっと俺もそういうタイプだもん。なんかちょっとさ、実力ないのにお願いとかしたくないから。俺たちあれだもんね、人の名前使って動画撮ったことないもん。まずないですね、コラボして。みんなさ、朝倉未来の名前めっちゃ使ってるじゃん。だけど俺たち自分でのし上がってきたけど、誰かの名前を使って再生稼ぎとかしたことないから。まあアンサーしたぐらいとか。そうそう、アンサーはあるけど。そっか、今後みずきちゃんは結構泣きやすいってことを考慮したのか、ドッキリを仕掛けていかんか。俺たちもそうだね。あんまなんか、あのね、やるとしたら嬉しいドッキリはしたら泣いてくれるのかもしれない。ああ、それはやりたいね。誕生日いつだっけ？4月。結構遠いな。結構遠い。4月は何日ですか？18です。あ、どうした佐々木くん。あ、俺と一緒やん。近いだろ。佐々木くん2だっけ？いいっすよ。俺たち今年やらんかったもんね。そうだね。まあ、みんな俺になんか用意してたけど、まあ、去年ね、お金をちょっと去年やめたますぎて、リングレすぎて。佐々木君にはなんか、なんだっけ、あれ吉田君に家、契約して、拓磨にも時計か。あ、そうだね、200万ぐらいの時計買った。じゃ来年はみずきちゃんの誕生日祝いますか。やろう、盛大に。まあ、そろそろ終盤ですけども、どう、なんか行きたい場所あった？確かに。もしあればサブチャになりますよね。うん、カラオケとか。カラオケか、そういうイメージしか。カラオケは音源的に見えもん。動画にはまあ、まあ、申請できればできるし、時間かかるんですね、公開する。いやー、でもあれですね、お腹も満たして、はいはい、これでもう昨日のことはチャラになったんじゃないでしょうか。あとなんか仕事欲しいんだっけ、なんだっけ。いや、でもあの本当にこの子が過ぎてるんで、自分で買います。ああ、なるほど。じゃあこれでね、はい、この間のことはもう許してもらえたってことで、いいっすか。あ、もう、ああ、そうです。よかった。ああ、よかった。嫌われちゃってもね。そうだね、困るしね。いや、でもこちらのことそんな感じです。でもあのドッキリは絶対しないっていうのはちょっと約束できないかもしれないです。それは無理よ。視聴者が求めてきたらそれはしちゃうし。うん、みずきちゃんのドッキリあと何してほしいんだろうね。まあ、だからそれこそ喜ぶ系はやりたいし、喜ぶ系の方がいいね。そっち系もワンチャンあるかもしれんやん。わからんか、未来は。視聴者さんが見たいのって、私を利用したクレサイのドッキリの方が見たいんです。まあ、それもだから
ね、あるかもしれないし。はい、ということでね、あの1個前のヨガで水木ちゃんは亡くなってしまったので焼肉でした。ありがとうございました。はい、で、まあ、中盤触れましたけど水木ちゃん個人チャンネルやってますので、そちら概要欄に貼っておきます。あとは、まあ、西谷くんとひろゆかのチャンネルも、まあ、どちらもね見に来て、よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。